れてるの？ありがとう。みんなほとんど2回わかんない。1回目の方もいるかな。なんかもう多分ね、来月がね結構バタバタしそうなんだ。とても。だから9月という今をね、みんなと時間を大事にしようと思ってる。あ、ありがとう。モンブラン。ありがとう。ハートもありがとう。あ、黒マスク。そうね。あと美顔器でクレンジングやってたわ、さっき。コットンに水をつけて、って。あ、モンブランありがとう。頭ありがとう。美顔、スキンケア、素晴らしい。ありがとう。なんか、エステとかそういうところは行かないんだけど、顔のケアみたいなところは行かないんだけど、うん、もう美顔器でも家でずーっと。でも久しぶりにクレンジングやりました。いや、前髪はね、このままが良かったんです。そうなんや。ワールドマスク、そう。あと20分。モンブランありがとう。ハートありがとう。前髪？目に入りすぎ？でも私の目にはみんなが見えてるよ。ピンで止めないよね。そうね。ピンがないのだ。あ、あなたもありがとうございます。ハートもありがとう。あ、あなたはありがとうございます。ありがとう。にゃはにゃは。コメントできた。前まではね、すぐ打ってる状態だったのに。エナホンは荒地のどこまで打ってるの？持ってったそうです。そうなんだ。見に行きたかった。あと、ありがとう。あ、モンブラン、ありがとう。私はドコモだよ。びっくりした、偶然。あ、花束ありがとう。ハートもありがとう。
ランって白い山って意味。ええー、そうなんだ。ええー、知らなかった。エナホンってなんやねん。ハイエナが使ってる携帯？こんばんは、こんばんは。そういう意味なんだね。なんかさ、またちょっと腰が痛くなったんだけど、なんでだろう。骨盤が歪んでんのかな。でもなんかその舞台の時にトレーナーさんがね、体のケアで来てくれてたんですけど、くださってたんですけど、なんか首の後ろをこうやってほぐすだけで結構体の緊張っていうのがなんか取れるらしいです。ほぐれるらしいよっていうのを教えてもらった。美容院、そうだね、結構メンバーも行ってるとこだね。なんかずっとその担当の方が前働いてたお店、新宿とかだっけ、新宿とかからなんか個人でも、そう、美容室、そうなんだよね。で、そう、ずっともう、お世話になってます。綺麗にしてもらってます。2年ぐらい。お肌綺麗すぎる。ありがとう！メイク落としたばっかり。でも照明が強すぎてさ。なんかすごい真っ白じゃない。めっちゃ白いよね。照明強いね。そう、強いんですよ。真面目にすごくかっこよかった。嬉しい。ありがとう。そんな、久しぶりだね、じゃあ。嬉しいね。パンフレット明日到着するの。何のだ？で、カレンって身長どのくらい？わからない。159だと思うんだけど、今度、かおりちゃんと一緒に測る。泣いちゃった！仲間を裏切るところの演技。嬉しい！ありがとう！あそこはね、なんか、ほとんどもう自分でもう、やったね、なんか、なんて言うんだろう。表現の仕方っていうか、
なんか今までは分かんないことあったらどういう感じで動いたらいいのかってめっちゃ周りの方に聞いてたんだけど、あそこのシーンは自分が思うままにやったね。なんか最初は本当に一番最初のあそこのシーンの稽古で、ハイエナお前はいいのかっていうネロの一言があって、でそこでネロはいいよあんた何でも持ってるっていうくだりのところ、あそこでめっちゃ近寄っちゃって私。でもそしたらなあちゃんもね演技で返してくれてて、稽古の時ね。でそれがすごく嬉しくって、でもやっぱり大きい会場だったので、広く芝居って、まあ分かりやすくね、照明とかいろいろついてきてて完成されたのがあそこっていうね。なんかいいよね、仲間との。そう、ラウドネスっていう最後の裏切りのところから流れてる楽曲、楽曲のところで、そうなんだよね、幼なじみの殴り合いっていうね、すごいね、2対1みたいな。で目を覚ましてくれたのがドラネロだね。いや、彼の出演舞台今度見に行ってみたい。待っとるよ。嬉しい。いつでも来てほしい。嬉しい。ありがとう。あと10分だ。僕も見に行きたい。待ってる。待ってる、待ってる。待ってる。ありがとう。嬉しい。あ、レインボーさんもありがとうございます。嬉しいね。嬉しすぎるよ。なんか見終わった後にさ、そういうシーンが残ってる、で印象に残ってるって言ってもらえればやっぱ嬉しいよね。でもみんなと会える機会って、あ、違うかね、ほんと劇場とかライブって言ってもね、メンバーに、メンバー、そうだよね。にもよるけど、でも、ね、嬉しいね。なんかやっぱり、メンバーとのお芝居もすごく楽しかったし、外の舞台はまた、やっぱりもうプロの方っていうのかな、なんか本当に、もうなんか、もうすごすぎる人たちばかりで、なんかアイドルとしてやっぱり、なんだろう、見られなんかそこではね、そこの私としては見られたくないし、なんか逆にその役者のファンの方々にしてもらいたいところもありますね。舞台の時にできた傷、もうあとは頑張って消えるのみ。
プロなのです。あ、誰しもね。うん、そうだね、それはそうだね。自分にしかない役だもんね。うん、アザルン。そうだね。いや、そうなんだよね。分かってます。うん。感じるんだけど、なんかその稽古の時とか、やっぱりこう作り上げていく中で、なんかもっと、なんか、そうだね、そういうことを言いたかったんだ。でもやっぱり見に来てくださっている皆さんにね、お話を届けることが朝。本当にもういつも言葉足らずで申し訳ないのですが、やっぱり熱量をどんな時もやっぱ一生懸命やることが大事っていうことをね、やっぱ何年経ってもやっぱりこれは大事にしていきたい、ずっと大事にしていきたいと思っています。これからも。くしゃみしそう、やばい。くしゃみしそう。くしゃみしそう。ふう。くしゃみ出ますか？出ない。あ、出ないです。ごめん、謎の時間。ごめんね。嬉しい。私のお顔が、嬉しい。ラブですね。出ない。あ、待って、今何分？あと4分。中が空きました。今日は18時前にご飯を食べて、それからずっと水とかしか飲んでないんですけど、やばい。お腹が減ったー。お腹すいたー。ピザが恋しい。昨日食べた、おととい？昨日か。昨日食べたピザが恋しい。ピザが本当に美味しかったんですよ。いいだ。一日2リットルは水を飲みましょう。私飲んでるかな？飲んでるかな？でも水は多いね。水しか飲まないね、基本。
腹すいた。お腹すいた。うん。水真似しよう。かわいい。ぜひ。もう普段からずっと水だね。なんか脂っこいものとか食べるときはウーロン茶とか飲むけど、基本ずっと水。うん。なんかお水ってなんかすごい美味しいんだよね。あとありがとう。食べます。食べていいよ。ありがとう。でも、もういいんだ。私は、我慢だ。今日は我慢する。あと2分。やばい。みんな。お腹が空いた。延長戦あり？わかんないです。わからないです。あ、あと1分。今日は皆さん来てくださってありがとうございました。また、明日お待ちしてます。今日はありがとう。2回目配信ありがとうございました。おやすみ。みんなドキドキしてる？私もドキドキしてるけど。でも、いつも通りにね、やっぱり終わりの時間なので。ねえ、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。ありがとう。またね。ざわざわ。みんなざわざわしてる。またね。ありがとうございました。あ、ミラーボール来た。ということは、待って。もういいよ、毎回ありがとう。いつも。延長戦が入り、延長戦。あー、どうしたらいいんだろう。はい。延長戦が来ました。1分間の延長。ありがとう。これすごいよね。ずっと続いてるんですよ。はい。じゃあそろそろ入りたいと思います。今日も手動で切ります。はい。みんなありがとうございました。おやすみなさい。また明日ね。今日か。バイバイ。はい。だから隣あんだって、投票ボタンが。ごめんね。はい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。好きな数字を投票して。おやすみなさい。バイバイ。